いつまで悩んでいるつもり？せかすんじゃない！今考えているところだ。もう石を打てる場所もほとんどないわよ。盤上が真っ白けね。それでも最後まで我は勝負を投げたりしないんだぞ。よし、ここだ。どうだ、たくさん黒にひっくり返してやったぞ。なら私はここに白を打ってと。次はあなたの番だけど、打てる場所がないからまた私の番になるわね。おしまい。これで私の十戦十勝ね。貴様、なぜそんなに強いのだ。何かズルをしてるのではあるまいな。あら、ズルなんてしてないわ。むしろ最初に四隅にあなたの黒石を置いてハンデまでつけてあげたじゃない。ということはどういうことなのだ。単純にあなたが弱いということじゃない？ぐわいや、確かにこの白黒ゲームにおいては我は弱い。それは素直に認めよう。だがなぜこんなにも弱いのだ。なぜ貴様には勝てないのだ。我はどうすれば強くなれるのだ。答えは簡単よ。あなたは先のことを考えずに石を打っているから弱いの。先のことなら考えているぞ。どこに置けば何個ひっくり返せるかとな。それよ、弱い理由は。あなたはその時一番多くの石を返せる場所に打つでしょ。何手も先を読まなければ勝てないわ。さっきもそうだったけれど、あなた対戦中に何度も打てる場所がなくなる時があったでしょ。そうだが、例えばここに打ったら次はこう打たれるかもしれない。そうすれば次に自分が打てる場所がなくなると予測するの。そうしていけばさっきみたいな失敗はしなくなるはずよ。おお、なるほど。貴様すごいな。これくらいは普通でしょ。オセロ師匠と呼んでもよいか。やめて。よし、そこさえ注意すれば我が恐れるものなど何もない。グレーテル、貴様に再戦を申し込む。受けて立つわ。どうせまた私が勝つけれど。